これ7年ぐらい前の話なんですけど、松本さんに、グアム旅行を連れて行ってもらったことがありまして、でその時今田さんとかもおられたんですけど、そこに後輩も何人か連れて行ってもらって、で僕と、水玉レップ隊っていうで秋っていうやつと、あとあの山下っていう、今うどん屋さんやってるあの山下と3人で行って、でまあ楽しくこうグアム旅行を過ごそうと、でみんなでこうスーパー買い物行ったりとかなんかいろいろしてたんですよ。で夜に、ABC マートっていうところがありまして、でそこでなんかこう買い物しよう言うて、で買い物してる時に、僕ら若手は全員一緒の部屋やったんで、とりあえず、5日間ぐらいあるからエロ本買おうと、男がこんだけおってね、エロ本あった方がもうええって言うて、ほんで3冊ぐらいパックであったやつを買うたんですよ。ほんでさあ秋ほんなら半分置いて、僕もその時お金なかったですから、もう割り勘で行こう言うて、こういうことは割り勘で行こう言うて、ほんでまあ秋何ドル言うて、ほんで山下に「はい何ドル」って言ったら「いいです、僕いらないです」って言うて、何やねんお前せこい、山下ってむっちゃせこいんですよ。ほんま2つ折りのねボロボロの財布使っとるんですけど、1000円とかももう全然出さへんから、上ガサガサになるぐらいのあんまりお金出しようらへん、わかります、ずーっと入ってるから、ずーっとその1000円入ってるから、いざ出した時もボロボロ1000円出すような、そんなやつなんですよ。ほんで「何やねんお前せこいの」って「出せやお前」言うたら、「いや僕もういらないですから」って。ほんならもうええわ、ほんで秋と顔を、ほんで僕ら二人で買うたんですよ。でお前みんなよ見せんぞ絶対に、僕いらないですってなってて、でまあその旅行が始まったんですよ。でまあ3日目ぐらいに昼間に兄さんプールでこう焼き飯のとか好きなんで、まあお昼間こうホテルのプール行ってたんですよ。でこう火に焼いてたら、山下がなんかちょっとなんかそわし始めて、で兄さんちょっと一回部屋戻ってタオルとかもう一回持ってきます新しいのってなって、いやいやあるやん今、いやいや兄さんそれはもう使ってたやつ、僕新しいやつ持ってきます言うて、なんかスーッと行きよったんですよ部屋の方に。ほんで僕はハッハーンと来よったとね、男が3日間ね、もうこれ自分でしょるなね、じゃごめんなさいね子供もいんのに言うよ、でもね言うよ、もう俺は言うよ言うよ、それしか言うてないもん、言うよ、言うよほんまに、言うね、怖なってた、それをなんか言うね。ほんでその部屋に行きよったから、ははんとこれ自分でやるよるなと、ほんで僕こっそっとこうついていったんですよ。あとずっとつけていって、もう俺らの本見よったらもう蹴ったろうみたいなんですよ。腹蹴ったろうみたいなんですよ。ほんでこうついていってエレベーター乗り寄ったから、俺 もう横のやつ読んで、で行ってバッて行ったら、まだ部屋遠くやったんで、部屋バッて入りよってまだ早いなと思って、しばらくずーっとおって、で10分ぐらいしてから行って、こそっとカードのやつでガッて開けたんですよ。ほんなら案の定ベッドでもう枕2つぐらいちょっと高ーしてってなったんですよ。はいお前、おいお前ちょっと待って、動くな、お前こら人のエロ見やがって言って、現行犯や、はい現行犯で捕まえたろうで、でブワー行ったら、僕らのエロ本はここにあったんですよ。ほんであれと思ったら、ちょっとしたその初日にABC マートでなんか50ドル以上お買い上げの方に、なんかその年の新しいミニカレンダーみたいなのをくれるみたいな、でそのミニカレンダーがこんなんですよ。そのミニカレンダーがこう開いてあったんですけど、そのミニカレンダーに小さい外人がヌードになってるんですよ。わかります？ああ、もうこんなんですよ。ああああ、お前これで行
でいけんのお前もうそんなの想像でええやんけみたいな。ない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 。いやすいません。でも見たらあかん約束やったんで。でも僕これで十分です。じゃそれ。そういう話なんです。仕事で大阪に向かう新幹線を品川の駅のホームで待ってたんです。はい。はい。そしたら向こうから大仁田が来たんです。こんにちはみたいな。あ、こんにちは。もう傷だらけですわ。電流爆破の。うわ、電流爆破のやっちゃう。向こうふわって歩いていったんです。うわ、電流爆破の人やな。新幹線が来たんです。乗ったんですけどね。僕前から気になってたんですけど、グリーン車のな背もたれって傾きすぎないですか？あ、結構いきますね。僕あんなに傾かなくていいと思うんですよ、うん、僕はいやまずあれをフルに使うことはないです、うん、特に後ろに人がいるとやっぱちょっと気使うんで、うん、まあ使って半分ぐらいまでですかね、うん、あ最後までいったらなかなかのもんよね、うん、で僕が乗った時に僕の前に座ってた人が、うん、まあ東京から乗ってきたんでしょう、もうすでにフルで倒してるんですよ、うんうん、でまあ、これあんまり言葉よくない、まあ正直若造なんですよ、はい、こんな若いやつがなんでグリーン車乗ってんの、はいはい、それがもうフルに倒してて、はい、で僕が後ろに乗ったことも見たし絶対気づいた、いやそれは僕がタレントとかじゃないですよ、はいはいはい、後ろに人が乗ったということを気づいたはずなのにちょっとぐらい普通上げないですか、一切上げないんですよ、はい、うわこれしんどいな、なかなかの圧迫感やぞと思ってたんですよ、はい、これどうしようかな、でもこれ注意するようなことじゃないし別に悪いことしてるわけじゃないから寝てるし、はい、寝てるでもまあ目は開いてるんですけどね、うん、あそっかこれもう車掌さん来たらちょっとそんなに混んでないから席変えてもらおうと思って車掌さん待っとこうと思ってで車掌さん待って、まあ、意外と来えへんな意外と来えへんなと思ってだからあやっと来たんです車掌さん、うんうん、車掌さん大仁田と一緒に来たんですね、向こうで大仁田で揉めたみたいで車掌さんに新しい席を求めて一緒に来て僕の斜め前に座ったんですよ、はい、大仁田が、はい、もう傷だらけですわ、はい、あのね、はい、でこれ僕いよいよね車掌さんに言いづらいなって思ったんです、はい、だって今僕が車掌さんに席を変えてくれって言うと、うん、大仁田は俺が来たから松本嫌がって変わったんちゃうかって思うんじゃないか、電流爆破の人やし、ね、これ、うんうんうん、俺これ泣き寝入りか、ものすごい圧迫感なんですよ、まだ2時間半ぐらいありますかな、うわこれどうしようかな、席も変わられへんしなと思ってえファッて見たら僕ちょっとびっくりしたんですよ、その前の若造、飯食ってるんですよ。あれ背もたれはそのままの状態で、背もたれずに、背もたれずに飯食ってるんですよ。何の圧迫背もたれずで僕は、背もたれずですよね。背もたれずで僕は圧迫されてるわけです。え、これどうしよう、サンドイッチとなんか、あのオレンジジュースみたいなむしゃ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 やってるんですよ。これかなんなかなんな20分ぐらい待ってたんですよ、全然上がらないんですよ、どうなってるかなと思ってファッて見たら、今度なんかパソコンでなんかこちょ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 やりだしたんですよ、背もたれずのままですよ。うわこれ俺ちょっと無理かも、まだ1時間半ぐらいある、うわどうしようかなと思ったんですよ、でもあかん俺これちょっと言おうと思って、すいませんちょっと椅子前にしてもらっていいですかって言ったんですよ、ほなあってなってその若い人は直角にバーンってやったんですよ。でもね僕ねそれはそこまではしてほしくなかったんで、僕はちょっと上に上げてくれるだけでよかった、ほんまのこと言うとその長文でもっと言いたかったんですよ、いや見るんなら全然いいんですよ、でもそんな感じならもうちょっと上げてもらっていいですかって、これぐらいのことはすいませんって言いたかったんですけど、あんまりここでダラダラ長く長文で喋ると大仁田が、はい、なんや松本が一般の人と新幹線で揉めてたぞって
思うんちゃうかなと電流爆破の人やから一回大仁田言うてるから傷だらけや傷だらけも大丈夫って分かってます俺が増えてないからいやじゃあ違う違うんですよほんまは俺はそんなんじゃないんで僕はその人には、うん、あの本当は言いたかったこうテレこれもまた言い訳というかテレビ見るそうじゃないんですよ僕は望みを楽しんでほしかったんですよ僕の望みはそうじゃなくて望みを言いぐらいで楽しんでほしかったのにこれも何もかも全部大仁田のせいやから違うわなんで一つも違うわ電流爆破やしちなみに大仁田は最初が終わりまでずっと直角でしたは傷だらけやんの癒されたよね小学校6年生の時、はい、タルイ君というタルイ君はいタルイ君というあのまあ僕の小学校の中でもう誰もが認めるもうダントツにエロい少年です、はい、でもうその少年はもう本当にいやらしくてタルイ君に何でも聞いたら情報が得られるみたいなこと で、うん、でそういう子が結構おったんですよ、うん、で、まあ、そのタルイ君はもう結構みんなから その相談役みたいな感じでやってたんですけど、うん、ある日、まあ、僕もちょっとだけ認められてたんですタルイ君には、うん、なかなかエロい素質を持ってるからで上に7つ上に姉がいるし情報も、まあ、ある程度は僕も分かるんですけどタルイ君が家がちょっと結構遠いんですよねタルイ君と僕の家が、うんで、タルイ君の方まで行ったら結構距離あるんですけどちょっと今日学校帰りに俺の近くの駐車場まで来てくれと、うん、で、塩田、まあ塩田ってやつもいて塩田とお前二人来いっつって、うん、で、タルイ君に指名されたんですよで、タルイ君何って何が起きんのいや、お前本当に今まで見たことないとんでもないやつ見せたるっつって、うん、タルイ君と三人で帰ってたんですよほんなら、めっちゃ、まあ、もう30年も前ですからもう駐車場とかでももう本当ブリキで作られたような、 なんか倉庫みたいな駐車場があったんです月決め駐車場みたいなやつがあってでそこにセダンが3台止まってたんですけど、うん、その一番前にシートベルトこうガチッとした女性の人で、うん、ずっとこうハンドル握ってる人がいたんですよ、うん、セダンで乗ってる人が、うんうん、でタルイ君があの人や、うん、あの人がこの地区で一番エロいからちょっと見といてタルイ君何それってなって全然エロないんですよ、うんうんうん、こんな人ですから、うんうん、エロいのめっちゃエロいで、うん、行く言うて、うん、その駐車場に近づいてたんです、うん、いきなり行ったらもうバッとこうまあ言うてもここのすぐ横に行ったら見れバレるので、うん、3台止まってるんで後ろの方から徐々に行きたいわ徐々に隠れて行こうや言うてバッとこう隠れながら、うんうん、大丈夫かなってやってるんですけどその女の人が、うん、僕らが3台目の一番後ろにたどり着いた時に、うん急にシートベルトをシュッ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 ってやりだしたんですよシュッシュッタレイ君なんかやってる言うてなんかやってるよタレイ君今から面白くなるから2台目まで行こうその1個手前まで行こうバーって言ったんですよほんならその女の人またタレイ君、いや僕ちょっとエロの常識超えたモデルからタレイ君これ何これめちゃめちゃエロいよこっからって言うてでギリギリもそのセダンの真後ろまでピタッとついたんですよ女の人パッと見たらシュッシュッってやりだしたんですよめちゃめちゃやってんですよタレイ君あれおっぱいにこすりつけてんのいや そういうことじゃないからこれが女性のエロいやつやからってタルイ君も全然分かってへんのに、うん、なんか女性がエロいやつやからってずっとシュッシュッシュッやってるやつをものすごいタルイ君はヒュッと興奮してるんですよエロの常識が分からんからタルイ君それこれ気持ちええのタルイ君ええから今からすごいことになるからって言ったら、うん、マックスその人が急にシートベルトをうわーってやりだしたんですよ、うん、うわタルイ君えらいことになってるよ女の人って白目向いてるタルイ君ってなったらその女の人がうわーってなってクラクションファイバ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 イ鳴らしてブワーって進んでったんですよタルイ君ってなって、うん、何このエロいのこのエロいのタルイ君このエロいやつ何これタルイ君こっちが
聞きたいわ。いやいや今でも欲しいんです。体力なやったあれってなる。これが街で一番エロいんじゃ。あれエロいんじゃってめっちゃでかい声出してる。いまだに謎で俺キュキュキュって。タレー君ってなったんですよ。タレー君にはなんかその届いたら。タレー君には届いたらかもしれないですけど。芸人になる前に結婚しようと思ってる男の人がいまして一緒に住んでたんですけど、いや、まあ、別にまだ笑うとこじゃないんですけど別に全然まだ笑うとこじゃないんですけど、ありえる、ありえる、一緒に住んでたんですけど、私が仕事終わって帰ってきたら、その彼と、彼がバンドやってたんですけど、バンドのやからたちとなんかもうすごいもう飲んだくれて、もうぐっちゃぐちゃの状況で雑魚寝してたんですよ、うん、して見たらなんかもう一升瓶とかもう転がってるし、うん、焼き鳥とかの残骸が散らばってるんで、あ、もうお腹も空いてないだろうなと思って、自分の分だけ夜ご飯を作ってたんですよ、うん、そしたら彼が起きてきて、うん、あ、ご飯作ってくれてんだみたいな感じになったんですけど、うん、え、私のだけって言ったら、てめえふざけんなよって怒鳴られて、うんうん、普通みんなこうやっているんだったら、お前みんなの分くらい作るべや、早く作れやって怒鳴られて、じゃあまあしょうがないなと思って、その作るのは全然良かったんですけど、その時史上最強の貧乏で、そのみんなにご飯をこの食べさせると、私3日間ぐらい昼ご飯抜きだったんですよ、はい、それでまあしょうがないなと思って、ご飯となけなしの野菜とで、チャーハンを作り味噌汁を作ってたら、そのやからたちが、なまらいい匂いしねとかつって起きてきて、でしょって言いながら、ちょっとこう作り終わって、みんなにこうおもてなしをして、じゃあ食べますかってみんな揃って、じゃあいただきますって言ってご飯を食べ始めたら、その一口目チャーハン食べただけで、その付き合ってた彼が、まずい、何このチャーハン、なんまらまずいんだけどとかってすごい文句を言い始めたんですよ。でも私にしてみたら別にそんな言うほどまずくもないし、でその輩たちも、よ、いや別に食べれるけどみたいな感じで、じゃあ食べようよ食べようよって言ってたんですけど、もう全然彼がもう、まずい、本当お前何なのよ、俺の友達たちにこんなもの出して何してくれてんのよって、ものすごい空気が悪くなったんで、なんか嫌だなと思って、じゃあそれだったら一人食べなきゃいいんじゃないって言ったら、それがなんか多分逆鱗に触れたみたいで、てめえ誰に向かって口聞いてんだよってチャーハンバーってぶん投げたんですよ。で私にしてみたら、それ置いといてくれれば明日おにぎりにして持っていけるし、でこのチャーハン散らばったのは私が片付けなきゃいけないし、で何してくれてんだよってムカッときて、私も立ち上がったら、その時に2人で猫を飼ってて、その猫がものすごいお利口さんな猫で、いつもそうやって喧嘩になったら私の前に来てすごい守ってくれる感じのナイトみたいな、すごい本当にお利口な、あんま普段泣かないいい子だったんですけど、そのチャーハンぶん投げた音で寝室からわーって来て、その猫が私の前にまたキャッって立ってくれたんですよ。で、あ、そっか、みんなもいるし、そういう時は怒っちゃダメだなと思ってちょっと反省したんですけど、その猫が私の作ったチャーハンばらまいてあるじゃないですか、そのチャーハンの匂いを嗅いだ途端に、ひゃーって見たことないぐらいひゃーってなって、えっと思ったら、その猫がそのチャーハンに向かって砂かけすごいしたんですよ。で、猫の砂かけってうんことかおしっことか臭いものに対してかけるっていう行為なんですよ。それを見たその彼が、てめえ猫がクソだと思うもの人間に食わせんなっバーってひっくり返れてて、私わかめだらけになって、しょうがないなこれはって思ったっていう。切ない話やな。そうなんです。え、もう別れてしまったんや。そうですね、別れて、そのやからたちとは未だに飲んでるんですけど、やからは残ったんや。やからは残ったんですけど、やからと喋ってても、あんなまずいチャーハンは今まで出会ったことがないって言われるぐらい、本当はまずかったみたいなんですよね。何なんですかね。何なんでしょうね。逆にレシピ教えてほしい。僕2年前かな、ずっと東京に住んでたんですけど、大阪に家族全員で引っ越しして、もう東京事務所預かりから大阪事務所預かりになったじゃないですか。で2年前からやっぱこの今まで出会わなかった師匠たちとお仕事するようになって、
でまあ大師匠ですよね、大阪におられる方って言ったら、まあ、カウスボタン師匠とか二角師匠とかも、まあ、その中であの清志師匠がやっぱすごくこう圧があるというか、はい、あの、ね、まあ、有名やと聞いてたんですけど もうそれを目の当たりにしたというのがあったんですけど、以下あの西川清志劇団って言って一座って言って、もう西川清志で息子さんとか娘さんとか奥さんヘレンさんとかで劇団をやったんですよ。ね、あの大阪の新歌舞伎座というところでやって、1500人ぐらいですよ。もうこれぐらいのお客さんがもうみんなお年を召された方ばっかりの劇団です。うん、ほんで僕がその素人名人会というコーナーの審査員で来てくれって言われて、ゲストで、ほんでパッと行こうとしたら袖で待ってたら、もう1500人そんなお年を召された方相手したことないし、あらな、どうやって笑い取ったらどうしようって袖におったら清志師匠が来てくれて、宝生君大丈夫やからと、そんなに緊張せんでええから。でその時にゲストが真野美香さん、僕で末成由美さんやったんです。でこの順番で並んでて、僕がマイク持って宝生君とこ行って、どう、おばちゃん二人に囲まれてって質問するから、宝生君はお線香みたいな匂いがしますって言うたらウケるから、すいませんありがとうございます、ありがとうございます、もうこれでもつかみバッチリやし、あこれでも俺も落ち着くなと思って、いざ本番迎えて、でみんな座って僕のところ清志師匠が来て、パッと宝生君どう、おばちゃん二人に囲まれてお線香みたいな匂いがすると思うけど。腹立つ、ね、どうどう腹立つわ、全部言うてるこの人。一応僕そうですね、お線香みたいな匂いがします言ったけど、まあ全然受けなかった。あいつ腹、子供が2人いまして、子供が2人、7歳と3歳の女の子なんですけど、あの子供って1回受けたらそればっかりしようと思うんですよ。あやるやる。で、これも悪いんですけど、上の子が、最近大人が喋ってることを聞いて歌いよるんですよ。でこれまず、これは本当に悪気はないんですけど、嫁と近所の奥さんがおるんですけど、あの奥さんゴミ出す時ちょっと必死な顔になったらカバに似てるよなっていう話です。でそれでわーって笑った時に上の娘があのおばちゃんの顔カバに似てるって歌ったんですよ。ほんでそれでちょっとわーって嫁と笑ったんですよ。でこれがウケたって書くのなったんですよね。そうね、はいはいはい、ほんでもうなんかことあるごとに歌うんですけど、まあ、家の中やったらいいんですけど、そらしや外で例えば僕は靴買いに行ってて、押しの強い店員さんにはちょっと僕断りづらくなるんですよ。ほんで座って、まあ、履いて、足何センチですか、27です、じゃあちょっとサイズ見てきますねって行かれるったりするんですよ。ほんで嫁がわーって来て、買うのって言うから、どうしようかな言うたら、まあ、そんなやったらやめといた方がええんちゃうって言うんですよ。で僕が、まあ、分かった、履くだけ履いてとりあえずうまいこと言って出るわって言うんですよ。でそれを聞いてるんか知らないんですけど、店員さんがお待たせしましたってプリプリ帰ってきて、僕の足バーって履かしてグッグッてやってる横で、適当に言うて、履くだけ履いて出るわとかをもうなんか心なしかグイッグイッグイッってされてるみたいな、もう買わなしゃあないやんみたいなことになるんですよ。でうわーもうって言うて、もう前田歌うなと、もうお父さんとお母さんの、まあこれもお父さんお母さんが気付けたらええねんけども、歌ったあかんって言ってたんですけど、ある日あの蕎麦屋さんに行ったんです、はい、で結構高い蕎麦屋さんって聞いてて勉強のために行ったんですよ、はい、ほんでまあ普通に入って周りお客さんもたくさんいらっしゃって、パッて見たらあのカツ丼が1500円で、天ぷらそばが1800円ぐらい、はい、僕にしてはなかなか高いんですよ、はいはい、でこれ高い思いながら、でもまあ勉強で来たからどんなもんか食べなあかんわ思って、ほんでとりあえずまあ嫁はなんかもうそんなとこでなんかおろしそばみたいな食べよるんですよ。まあいいんですけど、ほんでなんかもうガツッとほいやってあるんですけどね、おろしそば食いよるんですよ。ほんでまあ子供はカレーうどんと親子丼を取ってシェアしろと、で僕はもう一家の主として、カツ丼と天ぷらそばって言って頼んだんですよ。ほんでみんなバーって言って、でもう一回ちょっとメニュー見せて、やっぱり高いんですよ、はい、で冷静に見たら天ぷらそばとカツ丼頼んだけど3300円や思って、はい、これなかなかやなと思って、嫁に俺だけで3300円やって言うたんです。
ほんならめちゃめちゃ大きい声で、パパだけで3300円って歌い出した。パパだけで3300円。で周りの人はもう黙ってるけど高いって思ってるのか知らんけど、めちゃめちゃ笑い出して、なんか心の代弁者現れたみたいな、はいはいはい、もうパパだけでわー笑ってるから、やめろ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 、お前恥ずかしくやめろやめろやめろって言うて、これ欲が嫁やったんですよ。嫁にハッハッハッってやったんですよ。もう黙らせっていうことでハッハッてやったら、嫁がってうなずいて子供にクサッて言って、あよかったと思ってやめんのかなと思ったら、子供がまたパパだけで3300円安ーって見え張ってたんですよ。いや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 、そこそうちゃうやん。まあそれだけの話でした。すいません。僕は高校3年生 の、 あの NSC っていうあの吉本のタレント養成所行ってる時の話なんですけど、あのまあ僕の同期に同い年 の、 あの香里ちゃんっていう女の子と、で2つ下のなっちゃんっていう女の2人で大正不動産っていうコンビ組んでたあの子がいて、でそのタレント養成所行って終わって、ほんであのちょっとこうファーストキッチンのところでちょっとみんなでこう喋ってたんですよ。で僕ここ男一人で座ってて、で大正不動産の香里ちゃんとなっちゃんが座ってたんですよ、うん、でなんかこう会話をこう聞いてると、あのなんかなっちゃんがあの香里ちゃんに、うん、なあ香里ちゃんちょっとあそこ見せてくれへんって言い出したんですよ。え、ね、見せるね。すいませんね、ちょっと聞いてもらっていいですか。ちょっとだけ。で、なあ、かおりちゃん、あそこ見せてくれへん。なんであんたこんなとこであんたにあそこ見せなあかんねんな。違うね、なっちゃんな、あの、自分のやつもな、あの、鏡で見たんよ。あの、またいで。ほんなら、なんか変やねん、なっちゃんの。大丈夫やって、そんなもん。人それぞれやから、かおりちゃん言うんですよ。でも、いや、なっちゃん、あれやねん、ほんまに心配やねん、見せてくれへん、え、もう嫌や、こんなとこで、みたいな。で、そんなんがあってて、僕も、いや、どこで言うてんねんな、言うて。で、僕もちょっと後ろ、こう、横向いてたんですよ。ほんなら、なあ、見せてくれへん、かおりちゃん、お願いし、私の部屋やねん、心配やねん、って言ったら、じゃあ、わかったわ、ってなったんですよ。で、え、見せんの、僕で。と思って、まあ、僕はこう後ろ見てたんですよ、うん、ほんならそのなっちゃんいう方があの僕ら制服やったんでまだ高校生やから、うん、でこうやりながらちょっと制服をこうやって、でなっちゃんがなっちゃんがこう潜ってかおりちゃんの見てたんですよ。ほんで、あーわー、あやっぱりなっちゃんの変やわってなったんですよ。でも変は恥ずかしいし、もうあんたはで、いや私変やわってなって、うん、ほんならそのかおりちゃんがあんたそんだけ変や言うんやったらあんたのちょっと見せてみーや、恥ずかしいもんちょっと違うもん、いやええから見せてみーや言って、ほんでもうやめときやって僕はこっちでこう聞いてたんですよ。ほんならかおりちゃんが次なっちゃんの中入って入ったんですよ、うん、で見てて、いやあんたえごめんなさい先笑ってもらった。ごめんなさいっすよ。あのスカート入っちゃうな。かおりちゃんがなっちゃんのスカートの中入って見てて、で何言うんかなと思ったら、かおりちゃんがいやあんた生理やんってなった。最低な最低の話や。最低なんやどういうこと。なんでその話を持ってんだなあ第一に持ってくるの。いやそんな時に見せんでいいじゃないですか。それがもう面白くて僕1時間ぐらい腹かかって笑ったっていう話なんです。あれですよね、まあこういう言い方するとあれですけど、我々まあお笑いの今一応プロじゃないですか、はいはいはい、だからそう家でね、うん、そんなに腹を抱えてね、うん、笑うことないですね。なんかこう、うん、ついつい分析ちょっと
しちゃうじゃないですか。なるほどみたいに思っちゃう。そう、なるほど。でもそれこそ嫁が聞いてよ、はい、ちょっと面白かったんだけどって聞いても、うん、もうやっぱ無駄多いなとか、うん、もう文字見えたわとか、はい、やっぱりあるんですよ。ついついね、でもやっぱ娘って全く計算がないから、はいはいはい、もうちょっと僕本当に普通に食べてて飯バーって出てもうたわ。はい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 。僕はあんま思わないですけど、どうもうちの娘がね、若干デベソ気味なんですよ。嫁もこれデベソじゃないっていう、まあまあそうか、出てるっちゃ出てるかもなみたいな話を、まあまあ前からなんとかちょこちょこやってたんですけど、まあ娘はまだそんなもう、まだ2歳3歳ぐらいの時からそんな話も何度かあったんですよね。で最近ですよ、5歳半ぐらいに今なったんですけど、急にですよ、僕ご飯食べてたら風呂出てきて、すっぱだかでふわーってきて、俺の横に、ところでこれ何？甥っ子がいるんですけど、妹と誠二と、誠二のところが11歳なんですよ。で今までもう散々ね、まあ、俺のことをなぜかジュニアパパっつって、もう例えば遊びに来たらもう向こうからジュニアパパー言うて走ってくるんですよ。俺自分の中にそんな感情があるって知らなかったんですけど、ジュニアパパーって来たらもう俺そっと目を閉じて抱きしめてるんですね。不正、不正がこんなにあったのかという、そんな、まあ、ユウって言うんですけど、ユウが運動会があると、ほんで5年生で、副応援団長、団長は6年生で、で5年の一番上で副応援団長でみたいなことで運動会があるっていうのを聞きつけたんです、誠治とよく遊んでる後輩から。で誠治はどうやらその日は運動会行けない仕事で、ほんで俺はその優とメールでしょっちゅうやり取りしてたんで、優に運動会行ってええかと、その日その時間昼間空いてたんで行ってええかって、今まで言ったらトントンっていうラリーが、もうね、もう11歳、全然帰ってこないですよ、ね、で、と思ってたら当日の朝に、来てもええけどバレへんようになって来たわけ。今までの俺の知ってる優ともう違う、大人になってると思いながら、もう俺は見たいから黄色組って聞いてるし、行ったらもう今なんか受付で名前とか書かなあかんんですね、セキュリティの問題でしょうね、住所と名前と書いて、でバレたかもニット帽をかぶってこう見るんですけど、みんな同じ体操服、キー組は分かるけどもうどれが言うか分からない、みんなグラウンドの方向いてる、教室から椅子持ってきてみんなグラウンドの方向いて座ってる、ほんならこうフェンスの裏後ろ回ってこっちから見たらいるんちゃうか思って、で行った、ユウ副団長やからこんなでっかい黄色い旗持ってユウいた、ああユウやと思ったら、赤組青組黄組で赤青が競ってて、黄組がもうめちゃくちゃ点数離れてて、もうみんなもう全然運動会に集中してない、もうこんなもう負けやかなうちみたいな感じで、もう後ろ向いて喋ったりしだしたから、俺見つけて子供たちが、うん、おジュニアジュニアって言ってバレたんすよ。ほんなユウはだからバレるなって言ってるやんけみたいな感じで、でっかい黄色い旗で俺をすっとこう隠すっていう。で俺はもうずっと黄色い旗をここに見て、ほんでお昼になってご飯、誠治の嫁がじゃあ一緒にどうぞとか言うけど、俺とユウはまだ喋ってないんですよ。ユウ、一緒にご飯ええか、ああみたいな、もう感じだぞ、テレとかあんねやろな、確かに親戚のおっさん見に来てんのなんか言うだけやから。ほんで体育館の一番隅の方に俺背中向けてこう食べてて、で優も俺に背中向けて、誠治の嫁が作ったなんかアスパラをウインナーやベーコンで巻いたやつとかこう食べてて、ほんだらたまに優がそのアスパラをベーコンで巻いた爪楊枝刺さってるやつを脇の下からファッて俺にこう出しよるんですよ。たまにこう俺それ食うてちょっと。けどそれ終わりで551 5年生の 100m 走あるんですよ、それがメインなんですよ。なるほど、俺はそれ見たいから、ほんでそれユウがバーッしてきて、ユウまあ3位ぐらいってよかったよかったー言って、ほんならユウ俺もう仕事の時間あるし帰るなーって言ったら
ってされて、うん、俺ああもうあの関係は終わったんやなってね、俺バイクで行ってたんですけど、あそうか自分が11歳ぐらいそら親戚のおっさんとも遊ばへんようになったな、あ俺というのあの楽しい時間はもう終わったんやなって思って、俺もうほんまにねファーってちょっとバイク乗りながらファーって投げてきたんですよ、ね、あんなに楽しかったのにほんまに今走馬灯じゃないけどジュニアパパーとか、うわこれ買ってとかいろんなことがもう終わったんやと思って、ほんで家着いてその日の夜に電話鳴って妹って出るんですよ、でパッて取ったら妹の息子、これ4歳なんですよ、これがおかんの電話から勝手に電話してきて、俺のことは本名コージやからコージーって言うんですよ、まちまちコージー何してんの、お前からの電話待ってたんやコージー今度動物園行こう、絶対やぞ絶対やぞ絶対やぞ捨てる追いやれば拾う追いやれば1週間ぐらい前なんですけど、僕はあの家族と離れて住んでまして、で行く時には今から行くわって電話するんですけど、電話その2週間前に電話した時にあーって言うからどうしてんって言ったら、うちの子供がおるんですよ7歳の、それの、 あの同級生の子供とそのお母様方でうちのその家に呼んでちょっと軽いパーティーっていうかそんなじゃないけどご飯会みたいなするねんけど、うんうん、みたいな言われて、ちょっとえじゃあそれ俺会ったことないけどなんかじゃあこんといてくれっていうことみたいな、いや全然嫌じゃないって、嫌じゃない、俺もやっぱ挨拶しとかないと普段会えないからっていうで、うん、じゃあ行くわって言って行ったんですね、ピンポン鳴らして入ったらもうね雰囲気がチャンス、もう歌声みたいな聞こえてて、はいはい、開けてピンポン開けたらあの友達あの子供が行ってる学校がでも外国人ばっかりなんで、外国人家族と外国人の子供たちなんです、うん、そこは僕一切そうのはずやのに全く脳に考えてなくて、な一気にこの人見知りが出て、もうなんか子供は嬉しそうに、うん、ダディが来たよってダディだーって紹介してくれるけど、なんかもうなんていうかハローっていうのも恥ずかしいからみたいな感じで、なんかまあビールをみたいな、その奥様方も外国人の人がやってくれて、でもまあ楽しくはないんですよね、でサンドイッチとかピザとか食べて、で子供とかおる分にはこうかまったりして戦いごっこしてみんなでワイワイ、うちの奥さんも英語喋れないし僕も喋れないから、でもなんか取り繕えるから、まあビール飲みながらやってたんです、ほんでご飯も食べ終わって、あの子供同士でまた遊ぶようになって、違う部屋で子供同士遊ぶようになったらコミュニケーション手段がなくなって、結局親同士だったら会話って一気にこうなくなるんですよ、そうでもで一応奥さんはなんかもう舞い上がってるから、はいイエスイエスとか、その奥さんが生きて必死に英語喋ってるとこもなんかもう気持ち悪い感じがするじゃないですか、イエスイエスそう分かる、はいもうアンダースタンドとか言ってその感じもなんか初めて見るなって思って、一応ほんで僕のことも気遣ってくれる、楽しんでるってこと、あ楽しんでるよって全然楽しくないです、で食器洗ったり用事を探すようになるんですよ、で食器もゆっくり洗ってもそんなね少人数、僕もそんな大量にバイトやないからないからやることなくなって、で立つたびにこの旦那が嫌がってる思ってどこ行くんって奥さんが気使ってるの分かったから、いやちょっとトイレに、ね、買い物ないか、ああないわって言って、もうそっから逃げれないんですよ、ビール飲んでて、ほんでもうなんか喋るけどなんかパラ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 の時にあのテーブルにあの見つけたんです用事を、サンドイッチとかピザがあるからパスタとかあったからあの乾くと思って、はいはいはい、あラップしようと思ってポッと立ったらどこ行くんって言うから、はい、いやラップすんねんって言うと、なんでってなって、いやした方がいいやろって、無理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 って言って、なんでって本場の国の人やねあのね盛り上がれへんから芸人の旦那が英語も喋られへんのにイエイイエイってラップする、盛り上げるために旦那がラップしようとしてると思ってヨイヨイって言うのを、だから無理無理無理って泣きそうになったと思って、ほんまの国の人やからこんな無理やから、これで私が楽しいからみたいな、ほんまの国の人ね、アホちゃうよって言って、
だからその無理無理無理っていうのが叫びすぎたから、子供らも部屋から出てきて、びっくりして、その外人の奥さんはどうしたんみたいになってて、子供もパパどうしたんって、パパがまた怒ったみたいな感じになるから、いやこうでこうでこうやねんって言ったら、子供だけが通訳みたいにすごい喋って、あ、なんだそんなことかみたいになって、びっくりしたよ、そのうちの嫁の名前でね、なんたらがみたいな言ったのってその会社の奥さんが言って、あ、無理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 ね言って、あのイングリッシュやったらノンノンノンみたいなことかなみたいな奥さん言って、ほんなら子供がその無理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 っていうのを面白がって、こう無理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 とか言い出すんですよ。ほんでもう盛り上がって、奥さんもうちょっと違うとか教え出して、無理無理、もっと高い声で無理無理無理みたいなのを、あ、もう盛り上がってよかったなって思って、あれラップ忘れてたからってラップ取りに行って、こうやってたらうちの子が、パパどうしたの、またなんか僕だけ拗ねてるみたいな思って、いやいやこれお前いくらラップせなあかんからって、乾くやろってカピカピなるからなって言ったら、え、カピカピって何、あ、乾くドライっていうことかなって、言えへんのって言ったら、もう言えへんのぐらいでも子供はいいの見つけた言うて、感じでその子供どもに、あの、ネテルネテルダディカピカピって言うて、乾くことをカピカピって言うんだよみたいなこと言ったら、またそれで盛り上がって、もうカピ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 みたいな、無理無理無理とカピカピカピがもう無理無理無理カピカピカピで最後オンビーロングみたいになってる。俺俺俺をラップみたいなのやってるやんけみたいな。楽しかった、盛り上がってよかった。数年前の話なんですけど、また今札幌吉本で前方と単独ライブやろうかってなって、まあ、札幌吉本の事務所の横に稽古場があるんで、まあ、そこで何時に待ち合わせねっつって、ネタ合わせやりましょうって言って、まあ、その日私ちょっと早めに着いちゃったんですね。で、まあ、テーブル着いてふーっと思ってみたら、ちょっとちっちゃいなんか箱があって、なんだろうと思って手に取ってみたら、あのよくハワイとかにあるエロトランプだったんですよ。はいはい、でもあの男性版エロトランプで、ふーっと思って見てたら、まあ53枚さまざまな裸体があるわけですよ。でもろ出しのやつで、そしてまああの全裸でこうベッドに寝そべってもろ出しのやつもあれば、森の中でポーズ決めてるのとか、ピリッピリのタンクトップで下は出してるのとか、あのちなみにジョーカーはワイルドな男が全裸であの股間にテンガロンハットを引っ掛けるってやつだったんですけど、まあまあさまざまないろんなバージョンがあるなと思って見てた時に、相方がおはようって入ってたんですよ。ちょっとアマンさんってこれあのちょっと4枚好きなの選んでって言ったら、って言って、まあもうはうちの相方のツッコミなんですけど、もうって言って、あのバーって広げて適当に見るのかなと思ったら、すんごい時間かけて一枚一枚めっちゃ丁寧に見て、まあ仕分けをしていたんですけど、でまあ最終的に4枚自分の中で残して、その4枚っていうのがあの本人気づいてなかったんですけど、共通点があったんですよ。まず男性はバラバラの男性なんですけど、あのデニムのホットパンツで全員ハミチンってやつを選んでたんですよ。1年ぐらい前の話なんですけど、去年あの相川翔さんが芸歴30周年かなんか で、はい、で主演の映画を撮る、はい、その品川が監督で撮った Z アイランドっていう、はい、でそれを僕も出してもらってたんですよ。河本も出たんですよね、はい、でそれで出てなんかいろいろキャンペーンを翔さんと一緒にこう回ってたんですよ、はい、で大阪でなんかテレビとか出たりなんか雑誌の取材を受けて、で東京に帰ろうか言って夕方ぐらいのあの新幹線に乗って帰ったんですよ一緒に。でこう、帰ってる時に僕がこう座ってたらあの名古屋ぐらい過ぎたぐらいで、宮川ちょっとタバコ吸いに行こうよ言って、翔さんが僕のところ来はって、で行きましょうかって言うて、その新幹線が古いやつで、であの喫煙室とかじゃなくて席のあるやつだったんですよ。でそこ吸いに行こうって、こう僕が先頭でこう歩いて、翔さん後ろでずっと行ってたんですよ。ほんで何号車か分からないですけど、すっごい大きいいびきかいたおっさんが寝たはったんですよ。わーって言うて、ほんでうわーだいぶ疲れてるおっちゃんいいなー思って、ほんでその号車行ってタバコ吸うて、で帰ったんですよ。でその号車おっちゃん、さっきいびきの人がやはる号車に入った瞬間にまたわーって聞こえてるんですよ。ほんで翔さんが誰だうるせえなーみたいなで、ああはい、そうですねって言って、ほんで僕こう通りながらそのおじさんのところ近づいていったら、そのもうガラガラやったんですよ、うん、ほんならこう2つの席をくるっと向けて4つにして、
ジャケット脱いで、でそのじゃ結構太ってはったんですよ。でサスペンダーして足伸ばしてカーッて寝たはったんですよ。ね、で翔さんうるせえなって言うてはったから、ちょっとねちょっと気になって見たら、よう見たら寿司三昧の社長やったんですよ。おすごいよ。ね、ほんでもうカーッてあるから、あ寿司三昧の社長やと思って、で翔さんにうるせえな言うてはったら、寿司三昧の社長さんですって言って、で僕横通ったんですよ。ほな翔さんがその社長の横行って、うん、でやらはるんですよ、うん、え、何って思ったら、うん、ほな社長も社長社長ってやってて、ほなあっ急にもうバンバンやから、びっくりして立ち上がってんけども、なんかこんななんて、あいあいあい、あいみたいな、うん、急にもう爆睡してあるとか、それも結構な力で社長社長やから、はいって言ったら、相川です、また行きますって言うて、ほんで社長、あありがとうございますって言うてあるけど、いやちょっと翔さん待って、起こすと思って、あんだけ爆睡してあるところ何言うんかな、ほんだらまた行きますで、起こす大した話じゃない、全然大した話しちゃうんですよ。でまた行くから言うて翔さん行きはるんですよ。ほんで僕、いやもうこれもうちょっと翔さんと思って、でちょっと社長もほんまだいぶバーンなってはったから、謝りに行こう思って、あすいませんでしたって言ったら、みたいな、で俺のことも誰か分かったら、うん、で締まり際に見てたらなんか見た、分かりました、何とも言えない、何なんこれ寿司三昧のちっちゃいやつ、寿司三昧のほんまかお前、いやほんまです、ほんまです、もうほんま何なんやろ、ようこそ、ようのちっちゃいやつや、ほんまです、びっくりしたんです、そりゃ熟睡しててポンポンってされて、相川翔やってまた行きます言われてさって行かれたら、そんなんわそんなん、びっくりしたんです、それで起こすんや翔さんっていう話や。そうですね、あの岩手県でやってる蘇民祭っていうお祭りあるんですけど、皆さんご存知ですかね。あの2月ぐらいに、あの男の人たちがふんどし一丁でなんか水の中とかに入ってやる男の裸祭りっていうやつなんですけど、それが2008年ぐらいにすごいワイドショーがものすごく蘇民祭を取り上げるようになったんですけど、それはなんかあの JR にその蘇民祭って書いてあるポスターを掲示したら、あのケムクジャラの男の人がわーってやってるポスターで、ちょっとそれはちょっと風紀的にどうなんだいっていう感じで、ものすごいワイドショーが蘇民祭を追ってて、でようやく2月に蘇民祭当日になって、ふんどしの男たちがわーって水の中でなんか暴れて、とりあえず蘇民祭は無事終わりましたっていうニュースがずっと流れてたんですよ。で蘇民祭終わったんですけど、その次の日にもスポーツ新聞とかそのワイドショーで、あのまた蘇民祭の話題が流れて、そのタイトルが下北でも蘇民祭っていうタイトルだったんですよ。で下北ってあのおしゃれタウンじゃないですか、東京で。私もよく飲みに行ったりとかしてたんですけど、その下北沢の朝の8時半ともラッシュで、学生とか通勤の人とかいっぱいいる中で、男3人が全裸で練り歩いているところを通報されたと。それでみんなキャーってなってるんですけど、その3人の男たちはあの商店街を練り歩いてって、その主犯格の男があのテレサ・テンの償いを歌いながら、あの空いてる店に入って自己紹介してるところを公然わいせつで逮捕されたと。でその主犯格の岩手県出身36歳職業不詳が元彼でした。それがあの青いシールの人。じゃあそれ青いシールの人です。はい、私あの3人兄弟で兄貴がいて妹がいるんですけども、妹が、今40かなぐらいになりまして、まあ、ちょっと親戚中に女の子が1人だったっていうのもあって、
ずっと可愛がられすぎて、もう外界との接触をほとんど断たれてたぐらい、あんまり人との接触が慣れてない感じに育ってしまいまして、あのちょっとおかしな子になってしまったんです。で今の実家 の, あのガレージをたこ焼き屋台に変えたところでたこ焼きを焼いてるんですけども、あのたまたま、あ、大輔君も知ってると思うんですけど、たまたまこの間あの松本さんとタムケンとあの大阪でやってる番組、はい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 、松本家の休日という番組で、はいはい、その近所でロケがあったんです。でこの近所そういや実家ですわって話したら、松本さんがちょっと寄ろうやお前の実家と、いやもう時間もないですから次の現場行かなきませんから、いやロケバスの中からちょっと顔出すぐらいでもええやん、久しぶりなんやろ、もう何年も帰ってないんやろから、確かにちょっとサプライズで多分妹 たこ焼き焼いてるから行きましょうか、じゃあ一瞬だけですよって言って、もう一軒あのガレージのとこもパッとつけて、ね、このスモークのガラスからスパーンと開けて、妹焼いてますよこうやって、ほんだまず久しぶりに帰ってくるお兄ちゃん、ね、そしてもうすごくお兄ちゃんが世話になってる大先輩の松本さん、そしてお兄ちゃんが可愛がってるタムケン、何よりもテレビカメラが急に来るわけですよ、何の前触れもなく、その時の妹がたこ焼きを焼いてスパン、ナオミパッと見て、もう一回たこ焼きを見たんですよ。まあまあおかしい、そんなバカな、そんなありえない話ないでしょ、ありえない、まずありえないお兄ちゃん登場なわけですから、しかもお兄ちゃんずらかぶってます、いつものお兄ちゃんが、なのにナオミおかしいリアクションが、なんなんっていう子なんです。ほんでじゃあもうとりあえずお前では話しない、 おかん呼んでくれと、でおかんもその状況サプライズですよ、おかんつっかけ上げながら爪楊枝をこうしながらバッと見て、なんなんって言ってもうちょっとマジな、マジですよね、もうおかしすぎるんですよ。でそんな妹過去にも大失敗というかとんでもないことを犯してて、あの僕の結婚式もう20年近く前ですかね、結婚式の時にちっちゃいお金、その当時お金のやつがちっちゃい結婚式でしたけども、そこに何人かも相方とか後輩も来てくれましたので、大輔がねその時にこのビデオカメラを記念に回してくれてたわけです。ほんでいろんな人にね、蛍原さんちょっと結婚一言お願いしますみたいなことをずっと回っていくわけです。もちろんたった一人の妹ですよ、はい、大輔君は直美ちゃんお兄ちゃんの結婚で一言、パシッとこうカメラをパシッとするあれ直美ちゃん、ちょいちょいお兄ちゃんの結婚式におめでとうの一言、このラリーが3、4回パンパンパンついたのに、最後にカメラに向かって、だから私こんなに来んの嫌やってびっくりした、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 数人の身内に抱えられて妹をはけていきました。身内ですね、まあちょっとね変わった人ですよね、河川敷によくいらっしゃるおばちゃんの話じゃないですか。大阪でずっとバラエティーを やってて、ほんで、東京に去年出てきたディレクターがいるんですよ。で、あの大阪でも一緒に番組やらせてもらったりして、プライベートでもこう付き合ってご飯食べに行ったり飲みに行ったりみたいな、でっていう俺とそのディレクター関係があるんですけど、そのディレクターと一番仲いい芸人がフットボールアーののんちゃんです。のんちゃんとめちゃくちゃ仲良くて、それディレクターは家族、奥さんいて5歳の息子さん、2歳の娘さんっていう4人家族、今年の正月なんてハワイ旅行にその4人とのんちゃんが一緒に行くみたいな、それぐらいこう仲いいんですよ。で5歳の男の子がもうのんちゃんのんちゃん言ってもうすごい懐いて、でまだのんちゃんは東京で一人暮らし、トイプードルつくしっていうね、トイプードルを飼ってるんです。そのつくしをまたその兄弟が好きで、つくし君と遊びたい言って、のんちゃんの家行きたいとか言ってもうすごい仲いい、ね、東京に引っ越しても落ち着いたんで、一回ジュニアさんも遊びに来てくださいよっつって、そのディレクターの家に俺行ったんです。ほんで5歳の男の子、お父さんと一緒に仕事してる人やって言うんでテレビを見てくれてて、まあ、5歳ですけど、しかジュニアさんこんにちはみたいな感じなんだけど、パパ今日はのんちゃん来ないのとか、えその日の
夕方のんちゃんの家行って、そんでのんちゃんと一緒にご飯食べに行こうということ、うん、あの夕方のんちゃんの家行く、やったーのんちゃんに会えるみたいな、まだのんちゃんのとこ行かないの、つくし君と早く遊びたいみたいなね、ちょっと嫉妬するぐらいの、もうちょっと俺しがんでよみたいな全然まだ味してるでしょみたいな感じだけど、いやのんちゃんのほなもうぼちぼち行こうかー言って、のんちゃんの家行って、ほんで犬出てきて、うわつくし君とか言って、ほんでじゃあ焼肉屋行きましょうって、みんなで焼肉屋行ったんです。ほんで普通に食べてたら、のんちゃんがなんか座敷の焼肉屋さんでなんか落としたかなんかで、パッて頭下げたんですよ。ほんなら、まあもちろん皆さんご存知の通り、もう思いっきり上げてるわけですよ、のんちゃん。その5歳の子、初めて見たの。その今までずっと見上げてるから、そののんちゃんのこれを初めて見たところを俺もろに見てもうたんですけど、5歳の男の子がって5秒ぐらい、マジで意味わかるんですよ。あってなって、あってなって、そうかもね、コースターをのんちゃんの頭頂部に当てるやらしてみてくださいなんかその、もう見たくないっていうことなのか、隠さないとみんなにバレると思ったのか、なんかわかんないけど、コースターでそれをずっとこう隠し出したんですよ。ほらのんちゃん気づいてるから、何してんの、そっか、何してんのって言って、そっからそんだけずっとのんちゃんになっていてた、その子そっからのんちゃんのことを毒キノコって呼び出したすごい大逆転、すごかったで、あの顔、ね、毒キノコこれ焼けてるよ冷た、毒キノコ明日仕事なの、うわ怖っ、毒キノコが焼けてるみたいな、そうやな、結構ケンコバさんとかプロレスを好きだから、ちょっと昔のだから今僕がやったのは40年前から30年前の10年間ですから、ちょっと昔ですけど、いろんなことありまして、例えばあの宴会になった時の一気飲みが嫌 で、僕なんかは普通の人間だからちょっと飲むぐらいでいいんですけど、僕はねメキシコのねあるプロレスラーのマンションで打ち上げがあった時に、日本じゃないからいいだろうっていう感じで、普段あんまり仲良くない外人レスラーなんかも一堂に会して、中継が終わってメキシコシティ郊外のトロヨデクワトロカミーノスっていうところの闘牛場でやった後にみんなでね集まったんです、はい、あるマンション、はい、カールゴッチとタイガージェットシンがワインの赤ワインの一気飲みやって、はい、1ダース開けたんですよ。やっぱり無冠の帝王でしょ、片やこっちはインドのクルエルトラでしょ、でこの2人がこうね太い腕を交差させて赤ワインを1本ずつゆっくり回しながら飲んでいくんですよ。それで1ダース6本ずつ飲み干して握手してるんですよ。でそういうのが日常茶飯であった時代なんです。今のプロレスラーの方々はどうか分かりませんけど、である時国内である県のちょっと田舎のところで興行生中継がありまして、で終わってうわっと、そんなに大きな旅館じゃないんですけど2階の大広間を貸し切りの状態で猪木さん、坂口誠二さん、猪木さんの横に偉そうに俺茶坊主のように座っちゃって、横にねこの座っちゃって、うわーっとレスラーがいて、たまたま UWF、はいはい、まだ前田明がいる、はいはい、前田、高田、はい、こういったところが新日にお礼参りのように参戦してきて、新日対この UWF の対立図式でやってるわけですよ。でもまあ今日ぐらいはブレイコで仲良くしようかっつって宴会始まったんです。でちょっと UWF 側がやっぱりいろいろあったんでピキッとしたんですね、うん、じゃあ焼酎の一升瓶で一気飲みやるかみたいな話になって、で僕は内心怖いんだけど、内心自分は部外者だからちょっと見てみたい、怖いもの、ちょっとドーッと運ばれてきて、また一升瓶を一本ずつ交差させながら一気飲み、これちびっこは絶対真似しないじゃないですか、ちびっこは酒ダメですよ、こうやってゆっくり一気に一升瓶飲んでいくんですよ。でそれがね一気に6本ぐらいずつ開いたんですね。そしたらそっからベロベロになった状態から喧嘩が始まった、やるかこらーみたいになったんですよ。もう本当の場外乱闘になっちゃったんですよ。そしたらやっぱりジョージ高野ってね新日にレスラーがいて、彼はそういうところおとなしくていいやつなんですよ、こんなところで口引きってバーンと殴ったり蹴ったりやったら本当に大乱闘だと思ったのか、でっかい床の間の床柱に3発ドロップキック入れてへし折ったんですよ。バーンバーンって何発もやって、で
ここのすねだったらえらいことになるから足の裏で3発やってギャッてひび割らしてでちょっとへし折りの状態入ったんですよ。でそれであんまりやりすぎたんでゲロ吐いたんですよ、飲んでるからね、ぐわってゲロ吐いた。そしたらそれをしように喧嘩になったんですよ、で新日と、うん、あの UWF が、で殴る蹴るになったの、うん、みんな殴られながらゲロ吐いてんですよ、で蹴ったりしながらまた吐いてんですよ。したらうわーっと大量のゲロになって、僕ね生まれて初めて見ましたけど、大広間から踊り場に出てゲロが、でその板の間の踊り場から2階ですから1階の階段に向かってゲロが1段ずつずるっ、ずるっとずるっと、僕初めて見ました。それで殴るけれども流血したりしてんの、でそうこうしてるもうちょっと猪木さんね、これやめさせて、猪木さんちょっとカッコつけちゃって動じない感じでこうやってやってる、もう向井さんやらせるしかないんじゃないですかみたいな感じで、そしたら旅館のおかみさんが泣きながらキャーって泣きながら這いつくばるようにして2階に上がってきて、僕と目が合ったら僕もプロレスの実況で売れ始めてたんで、こうレスラーが乱闘してんでレスラーに声かけそびれて僕に向かって、ああ喋ってる古谷さんなんとかしてっつって、この2階だけでも修復する弁償のお金出して、猪木さん弁償のお金出してって言ってますよって、猪木さんちっちゃい声で古谷さん旅館ごと買い取っちゃいましたおかって言ったんですよ、ね、でそのおかみさんに旅館ごと買い取ったらいくらぐらいするって猪木さん言ってますよ、そんなの2階だけでいいです丸ごとだったら8000万って言ったんですよ。言うねこのおかみさんもと思って、さすが商売人と思って、そんなことしてるうちにもういい加減しろって坂口さんが言って、お互いに吐くは流血するわってなったんで、レスラーにしてみたらそんなに一大事じゃないんで、この旅館には申し訳ないけど、あとは新日本プロレスよろしくと、やめようってことになったの、ね、で最後下に階段降りながらみんなで降りて、あ、俺も落ち着いてよかったなと思って、そしてもう俺がねちょっと呼んだんですよタクシーを、UWF が 5,6 人いたんで2台呼べばいい、大雨の日でしたけど旅館の前までタクシー2台待ってんの、じゃあもうっつって、その時はもう UWF の連中全員パンツ一丁なんですよ、ね、こんな筋肉もりもりですごい体だったんですよ、若かったから、でその状態で俺が押し込もうとしたらタクシー乗ったら、そしたらまた前田明かなんかが坂口さんに向かって、本当に喧嘩は終わったんだから最後ゲームして帰りたいとか酔っ払って言うんですよ、でゲーム何かしたらふっと横にね、この旅館の1階のロビーのところに小祝りだかなんだか分かんないんですけど、でっ深い壺が置いてあって、観賞用の綺麗な壺で、これを持ってじゃんけんで勝った方が先行ということでパーッと走っていって、敵方の相手の控え額めがけてバーンって打って、うん、それでふわっと膝ついたら負けってどんなゲームこれ喧嘩じゃないですか、ね、で坂口さんも変で、え、だったらそれ一回やって終わりにさせようって古田さん司会やってっつうんですよ、でも俺もしょうがないから前田明とジョージ高野でそれじゃ行くよって恨みっこなし、もう喧嘩終わったんだからこのゲーム一回こっきりね、じゃんけんぽいって俺が司会やって、そしたら前田が勝ったんですよ、前田さんが、で前田じゃあ俺先行っつって、じゃあ行くよっつって、これ喧嘩じゃないからっつってガーッと壺持ってタッ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 って走ってって、そのレスラー向かって新日に向かってバーンって額に打ったんですよ、そしたらバッと割れてスーッとまた額が割れて血が出て、スッと膝ついた、そしたら勝ったーって喜んで、これで終わり終わりノーサイドっつって、それで大雨の中ずぶ濡れでみんなパンツいっちゃうで、酔っ払ってっから1台目の車にね5人乗ろうとするんですよ、タクシーの運転手さんかわいそうですよ、ブルブル手震えてるんですよ、だけど無理やり2台に僕が押し込んで僕もずぶ濡れになって帰ってもらったって話なんですよ、すごい、すげえな、これ本当有名な事件でね、旅館1個潰したっていう事件、いろんな方の証言があるんですけど全員泥酔してて話が全然一致しない、唯一の、今真実です、今ようやく真実が明るみに出たわけや、なんでそこ滑らない歴史じゃないですか、なんでそこ、なんかでも次の日の大会とかでみんなが普通にドロップキックしただけでなぜかみんな血まみれになると、どういうことやったら頭の中から瓶の破片がみんないっぱい出てきたみたいな、僕がよく行く鉄板焼き屋があるんですよ、うんうん、はい、大阪のおばちゃん一人でやってて、うん、で L 字になってて、まあ、7席座ったらパンパン、うん、パンパンで一つテーブル席あるんですけど、それはいつもみんながなあのカウンターで座るときに荷物置くようにもうテーブル席はもう塞がってる状態で、でまあ7人座ったらパンパンのところに僕後輩と2人で行ったんですよ、うん、L 字になってる一番この L 字型の一番端のところにこうやって座ってる おっさんがおったんですよ、ずっとこうやってるおっさんが、で自分のこの手前にある鉄板とか、まあ、やって土手焼きとかなんかこうねぐっちゃぐちゃやってるやつがおって、で、まあ、そこから4席ぐらい離れたいなと思ったんで L 字のここもさらに角、まあ、行っておばちゃんに近いところで僕ご飯食べたんですよ、でそこはあの大阪のおばちゃんが鉄板焼き一人でやってるんですけど、
あのおばちゃんめちゃめちゃカラオケが好きなんで7席しかないのにカラオケつけてるんですよ。もう部屋もう4畳半ぐらいしかないのにめっちゃガンガンのスピーカーつけたで若い子から、まあ、あの演歌のとこももちろん全部使えるんですけど、まあ、せっかくおっちゃんもおるし、うん、相手おばちゃんやし今日は別に若い子でも歌わんでも別にまあ僕の知ってるレベルの夏メロを、うんまあ、その人に聞かせてあげようかなぐらいな感じで、まあ、普通にあの村下幸三さんの初恋であったりとか、うんまあ、その辺のレベルぐらいからこう、まあ僕オヤビビ好きでラブイズオーバー歌ったりとかってしてる時に松崎しげるさんの愛のメモリーを僕入れたんですよ、うんうん、でまあ曲流れてであのバッてしたらそのこれ今までこうやってめっちゃ退屈そうにしてたやつが急にバーって乗り出して僕のとこ来て、なんでわかんの？なんでわかった？って来たんですよ。うん、でもまあイントロも始まってるし、え何がですか？ってマイク越しに何がしかワンワンワンみたいな。うん、いや僕が一番好きな歌なんだよ。愛のメモリー僕が一番好きな歌なの。なんでわかったの？いやそれは気持ち悪いですけどね、まあ、感じは気持ち悪いかもしれないですけど、でもまあ僕そんなに言われたらテンション上がってもうたんで、あほんまですか、当たりました、よかったですね、ワン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 みたいな、ほんなちょっと歌わせていただきますんで言って、僕も結構立って本気で I know って始まったんですよ。そしたら今までこうやってバーってやってたやつが急に I know って言ったら玄関バーッと開けて外バーッと走ったんですよ。I know ってめっちゃ好きだ、僕一番好きな歌って言ってたのにバーッとどっか行ったんですよ、うん、なんで？と思いながら、あ、まあいい香りみたいな、え、なんで行ったん？みたいな感じになったんですけど、でバーッと一番歌って、美しい人生よって一番歌って、あなたは教えてくれるってバーッとなって、で二番目バーッと歌ってぐらいの時にブワッと走って戻ってきたんですよ、うん、これアイスクリームアイスクリームを買ってきたから、何のことやねん、愛のメモリー聞いてからでもええやんっていう話っていう話です。仕方ない、あともうほんとコバと俺だけなんですよ。僕子供が5歳になりまして、うん、でやっぱり今までこうちゃんと親の言うこと聞いてた時期からちょっととやっぱりもう親の言うことを聞かない、いやいや気っていうか、全部やりなさいっていうことやらないし、やめなさいっていうことやり続けるしなって、で会いに行った時に外を散歩してたんですよ。でもその朝からもうこの日こいつおかしいなって言って、あのパカチとかイラカカとか、あの意味のない言葉をずっと連呼して、もう意味わからんからやめなさいっていくら言うても、赤坊イカカッコカとかもうずっと言うてるんですよ。もう鬱陶しいなって、外出てもずっと言ってて、もう恥ずかしいからやめなさいって。やっぱりもうそれでもうニコニコしながら、赤カカカウリカポーガーとか、もうとことんわけわからんこと言うて、もうほっといたったんですよ。ほんなこう、横断歩道でこう赤じゃなし普通にこう渡れた時に、パッポパッポって言った時に、向こうからほんまにこう色ね、もう誰見てもこうちょっと絶対絡んだらあかんっていうような色、真っ黒で細いけどもガッチガチで、頭ツルツルで、でそれ若くない、ちょっと年いった、あのでも日に焼けたというより日焼けサロンで焼いた感じのもう筋肉を見せた人が歩いてきたんですよ。でそれも赤火オララ言ってんのに、そのおっさん多分見た時にダーンって入ってきたんですよ。5歳やから一気に脳にハゲゴボウって言ったんですよ。めっちゃ意味あること言いたいな、意味あること言いすぎた思って、そっからもう子供も言うちゃった感あるから、ピタッと何も言わんようになっちゃって、走るわけにもいけへんから、こう二人とも親子でこう気が合わせて、なんていうか急いだら絶対俺のこと言うたって絶対振り返ってるような気配を感じたから、そのまますっと言ったっていう話なんですけど、タイミングは怖かったです。